どう最近ひなぴよです。隠れ最近動画です。よろしくお願いします。ってことで、蛇の命続きやっていきたいと思うんですが、前回ね、おかみさんが首を吊って死んでいるということで、だけど、その、ロープがね、ピンク色だからこれミミズじゃねってなって、で、この推理対決みたいなのをね、無能刑事とすることになったんですが、まだまだ全然真相はわからないという感じですね。ではやっていきましょう。推理に戻るよ。おっと、ベッドの上から遺書が見つかった。うわ、嘘くせえ。このタイミングで遺書？ああ、犯人がミミズというのは間違い。やはり自殺の線だったようだな。その遺書には何て書いてあるのさ。遺書について自殺に関係ありそうな部分のみ読み上げよう。長い間守ってきたこの旅館も、ついに人間の死亡者が出てしまった。稼ぎ頭のシェフも死んでしまった。人工温泉も知られてしまった。そして、監禁爆弾騒動の首謀者であることも、無敗の刑事に見破られてしまった。旅館が潰れるのももはや時間の問題。この旅館は私の命よりも重い。もう死ぬしかない。今ここに、自殺する決意を表明します。なんだか雑な遺書だな。まだ続きがあるのだよ。PS、ちなみにこの旅館は、蛇の命より1億倍重い。ミミズの命に比べれば1兆倍重い。だからついでにミミズも殺します。話にならないわ、こんな紙くず。遺書ってもっと遺産相続のこととか記載するものじゃないの？こんなボロ旅館に遺産などあるわけないだろ。結果的に立場が逆転しただけですね。ミミズは殺した側ではなく殺された側。真の黒幕が自殺したということで、円満解決としましょうか。刺しやーじゃなくて、もうまだ解決しちゃいないでしょ。不自然な点が多すぎるのよ。そうだよ、まだ解決じゃないよ。だったらこの事件なんだというのだね。これはね、他殺だと思いますよ、私は。そうだね、他殺の線も考えるべきだよ。だが、死因は間違いなく首吊りによるもの。それ以外ダメージの痕跡などない。そこにある緑色の薬は？異臭がするけど毒じゃないだろうね。それは日課の薬用青汁よ。歳だからまずい薬でも毎日飲まなきゃいけないのよ。とにかく、被害者から毒は一切検出されていない以上、この薬は今回の自殺とは関係ないだろう。矛盾していると意義なしがあるけど。なんか矛盾してることあんのかな？でも、矛盾してるんじゃないの？知らんけど、あー、そうっぽいね。薬が矛盾しているだと？薬のどこが矛盾しているというのだね。薬が毒、薬が緑色、薬がまずい、逆転の発想。え？どういうことだ？ちょっと逆転の発想しよう。自殺を逆転させると薬を我慢して飲む行為になる。え？あー、ん？自殺する人が、くっそまじい薬用青汁を飲むか？みたいなってこと？かな？あ、そうなのかな？そうか！自殺する気なら健康に気遣う必要なんてないはずだよ！そうだね。それも苦手な薬を飲むなんて絶対おかしいよ！日課だから習慣でつい飲んだだけとも考えられるだろう、考えられるだろう。うん。それでも最後の晩餐に苦手なものを選ぶなんて絶対おかしいわ。だったらこっちの料理はどうだね？これはおかみさんも大好物だった。シェフの気まぐれパスタ。がっつり大好物を食べているではないか。最後の晩餐ってことは自殺の意思を示す証拠になるだろう。え？シェフの気まぐれパスタって言ってももうなくない？どういうこと？気まぐれパスタが名物の旅館で名物のパスタが出されておかしいなどと何の根拠があるのだね。これでしょ、殺害されたのはシェフ。そうよ、気まぐれパスタはうちのシェフしか作れなかったはず。シェフが死んでるのに気まぐれパスタが出されるなんて絶対おかしいわ。
この自殺現場、まるで作られたような自殺現場だな。疑惑が深まってきたところであなたのターンになりました。まあ、HP は大丈夫そうだから経験値かな。うん。推理に戻るよ。どうあれ、今回の件は自殺で間違いない。なんか自殺で片付けたがってんだよね、刑事がね。お上には自殺動機が数多くあるのだよ。遺書にも明記されていただろう。人工温泉が知られてしまったこと。人間の被害者が出てしまったこと。シェフが死んでしまったこと。自殺する動機としては十分なのだよ。自殺動機はともかく、ミミズを殺した動機が微妙だよ。ミミズ殺害の動機もちゃんとあるぞ。この旅館のおかみにはな。おかみさんはとにかくミミズが大嫌いなのよね。生理的なレベルで。まあ今までのやりとりを見れば察しはついてたけどね。だけど生理的に嫌いだから殺害するほどひどい人でもなかったよ。うん、だしさ、自殺するって言ってさ、わざわざミミズを首に巻いて死ぬようなさ、だってミミズが嫌いならなおさらミミズのロープで死ぬようなことしなくない？ミミズを殺害する動機はそれだけじゃないぞ。当時のおかみには自殺しようにもロープがなかった。そこでミミズを殺せば亡くなったロープ代わりの自殺道具にもなる。動機として一石二鳥なのだよ。いや、これはだって自己防衛用に包丁が支給されてたわけだからさ、それで死ねばいいじゃん。だって自殺したいんだったら。ってことはやっぱ違うよ。意義ありです。首吊りロープ代わりにするためミミズを殺した。何がおかしいのかね、自殺の道具がおかしいです。自殺道具？そうよ、おかみさんはミミズが生理的に嫌いだったのよ。そんな嫌いなミミズを首に巻くなんて死んでも嫌なはずだわ。現に首に巻かれ死因も首吊りで間違いないのだよ。他に自殺道具がなかったからやむを得ずミミズロープで首を吊ったのだろう。これは意義なんですよ。だから包丁だってば。おかみは監禁されていたのだ。ミミズロープ以外に自殺道具などないだろう。もう無能すぎるわお前。もう視野が狭いよあんた。包丁があるでしょ。そうだよ、おかみさんの部屋には包丁があったよ。自殺するつもりだったのならミミズなんかよりも包丁を優先して使うはずだよ。現にミミズロープが使われている上、死因も首吊りなのだ。これはね、第三者が巻きつけたんですよ。そうだよ、おかみさんがミミズを自分で巻くわけない以上、第三者が巻きつけて自殺に見せかけたんだよ。第三者の仕業だったらなおさら抵抗するだろう。外傷なし、揉み合いの形跡もない以上、第三者がミミズを巻きつけるのは不可能だ。第三者がミミズロープで首吊りに成功した理由は？まあ、催眠術っていうのはなんか突拍子もないから、首に巻く前に気絶してたんじゃない？何かしらの理由で。そうだね。気絶していたのなら、嫌いなミミズが首に巻かれようと関係ないよ。また憶測で推理しようって、お前もだろうが。それに気絶させたにしても、鉄格子内のお上の部屋に侵入しなければミミズロープを巻くことなど不可能だろう。だったら逆に、誰ならお上さんの部屋に侵入できるのか考えるべきね。この中で鉄格子を解錠できるのは、これはね、警察ですよ。だって警察が閉じ込めてんだから。そうだよ、警察が怪しいよ。鉄格子を設置した張本人なら鍵を持ってるからね。浅はかだな。鉄格子の鍵を持ってるから犯人などと。逆なのだよ、完全に。なんだよてめえ。いやもうこれ本当に刑事との直接対決って感じがするな。だってめちゃめちゃブラックドクター黙ってるしね。逆ってどういうことよ。そこに立てかけてある鉄格子の残骸を見たまえ。あれ、よく見たらこの鉄格子壊れてるよ。本当だ、全然気づかなかった。あ、なんか丸い穴が開いてる真ん中に。そう、この部屋の鉄格子は開けられたのではなく壊されていたのだよ。警察が犯人なら壊して入る必要がないだろう。つまりは逆、鍵を持ってない者こそ犯人なのだよ。それを言いたいがためにわざと破壊した可能性もあるよ。それもあるね。だったら鉄格子を壊すのに必要なものが何であるか答えたまえ。え？鉄格子の破壊に必要なものは最後のバールです。確かに最後のバールが必要だけど、旅館売店で再販されたから誰でも入手できるね。ほう、だったら最後のバール買った者がいるのか教えてもらおうか。あ、やべ、
僕買いましたね。いやでもほらあのヘビ従業員くんがねあの地下で僕が鉄格子破壊するとこ見てたでしょうからね弁解してくれますよねね。最後のバールを買ったのはそこのヘビ探偵だけよ。だったら犯人はヘビ探偵で決まりだ。うわこういう風に容疑がかかってくるのか。鉄格子を壊せたのはヘビ探偵だけだからな。いやでもさ、この鉄格子の壊れ方おかしいよね。だって、最後のバールで壊した場合って、トゥルリリリリンってさ、存在ごと消えるじゃん。でもこれ真ん中に穴が開いてるだけじゃん。だから、違和感があるんだけどな。またヘビ探偵を犯人に仕立てるパターンのやつだよ。もはや慣れてきたよ、この流れ。他に鉄格子を破壊できる者がいない以上、容疑者はヘビ探偵しかいないだろう。鉄格子を壊したのがヘビ探偵だとしても、部屋に侵入したのは別人って可能性もあるよ。いや、めっちゃ援護してくれる、ありがとう。そこの鉄格子の破壊具合を見たまえ。中途半端な穴だろ。ヘビが安全に通れる程度の穴だから、犯人がヘビなのは間違いないのだよ。鉄格子を壊せるにしても、ヘビがミミズもおかみさんも殺すなんて想像できないな。虫も殺さぬ顔して、虫も人も殺すのがヘビだ。ミミズを殺す程度朝飯前だろう。ミミズが誰に殺されたかなんて、ミミズを霊媒でもしなきゃわからないわね。霊媒は信じない主義でね。いくらでも嘘で漏れる。死者に聞く方法で警察の信用を得るには、ガチな霊媒師を呼ぶ。最先端技術で霊媒する。まあガチな霊媒師を呼ぶことはだってここ電波ないからできないわけで、ってことはやっぱりあのブラックドクターの最先端技術で霊媒するしかないのでは。でもいやでも警察の味方だからなこいつ。最先端技術で霊媒、つまりいつもの検視ってことだね。ミミズの検視はまだだったから。あ、そっか、確かに何か情報が出るかもしれないよ。まあそう来ると思ってミミズの検視は済ませておいた。あー、仕事が早い。なんか罠にはめられてる感じがするな。ミミズの検視データが出るところであなたのターンになりました。一応じゃあ経験値またもらうか。推理に戻るよ。鑑識結果によるとミミズの死因は感電死のようでね。感電死？はぁ、あ、ちょっと待ってね、今なんか変なの出ちゃった、消えた。感電死？感電死といえば過去に電気属性の武器があったような気がするよ。これはね、この三択で言ったら超電磁ドリルしかないんですね。え？どういうことか。あ！あれ？ミミズももしかしたらさ、尻尾に装着できるんじゃねっていう流れがあったじゃん、前回。それを実行したんじゃないの、ミミズが。でもなんでミミズが感電死するんだ。え、そうだったね。電気属性といえば深夜の事件で話題に上がってた超電磁ドリルだよ。超電磁ドリルといえば警察が保管してた凶器だね。超電磁ドリルは何者かに盗まれたと言ったろう。盗まれたことにして自分でミミズ殺害に使用したって可能性もあるよ。超電磁ドリルはヘビ専用装備だ。我々人間には装備できんよ。それにあの電磁ドリルだが、誰が盗んだか目星はついているのだよ。結局そうやってヘビ探偵に罪を着せるのが目的じゃないか。まだヘビ探偵が盗んだとは誰も言ってないがね。客かっこ男子も私が盗んだと思ってるじゃん。まあそうなんですけどね。まさか旅館の売店に転売するアウトローな不届き者がいようとは。旅館側は心当たりあるようだな。その超電磁ドリルなら売店にあったわ。売店にあった？押収品の電磁ドリル？押収品の電磁ドリルだ？ヘビかムカデか知らんが、アウトローな輩が警察の押収品を盗み出し旅館に売りさばいたって流れだろうよ。それを買い取る旅館側も十分アウトローだけどね。だけど売店にあるじゃなくて売店にあったってどういうことよ。あの超電磁ドリルはミミズに譲ったのよ。
やったりー。やっぱミミズが尻尾に装着したことは間違いなさそうだな。で、多分この鉄格子を壊したのはミミズなんだ、きっと。でもなんでミミズが死んだのかちょっとわかんないけど、ミミズに外傷はなかったんでしょ。だって感電死なんだから。ん？え、ミミズに？なんだかごちゃごちゃになってきたよ。ミミズに売ったならともかく、ミミズに譲ったってどういうことなの？ミミズに脅迫されてたのよ。超電磁ドリルを渡さないと、押収品売買の件を警察にバラすって。まあミミズは、お上の包丁に対抗できる武器を探していたからな。そして売店で発見したのが超電磁ドリルというわけだ。とにかく電磁ドリル、電磁ドリルって言えないんだけど。とにかく電磁ドリルを持ってったのはミミズなんだから、ミミズの犯行だよ。ヘビ探偵はもう関係ないね。いやいや逆だよ。ミミズの死因をもう一度確認したまえ。ミミズは感電死させた側ではなく、逆、感電死させられた側なのだよ。そうだよね。まあヘビがミミズの所持していた超電磁ドリルを奪い、その凶器で感電死させたってとこだろう。このさ、このエフェクトめっちゃ面白いよね。ズバシャーみたいな。で、それ、あー、なんかおかみさんが見てるっていう図。そしてその衝撃の光景を目撃、そしてその衝撃の光景を目の前で見た旅館おかみは気絶したという流れだ。ヘビがミミズを殺害する動機がないよ。そうだね。動機ならあるではないか。超電磁ドリルを奪えるという動機が。それ以前に被害者のミミズがなぜ売店に電磁ドリルル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 ルその裏情報を狂気募集中のミミズに暴露。そしてミミズを殺害し、電磁ドリルを回収。これで売店にドリルを二度売りすれば、さらに儲けが出るだろう。ミミズを殺す動機はともかく、おかみさんを殺す動機なんてなおさらないよ。殺害現場を鉄格子越しに旅館おかみに見られてたから、口封じに殺したのだよ。ミミズが自分で装着したドリルの電気で感電死したって可能性は？はあ、なるほどね。そういう可能性もあんのかな、もしかして。可能性はゼロですね。あ、ゼロなの？電気属性の武器は、装着した本人に直接電気が流れるような危険はありません。やっぱりミミズ剣士はヘビ探偵を不利に持ち込ませる情報だったよ。このままじゃまずいよ。ミミズが感電死した原因を特定できないとヘビ探偵が捕まっちゃうよ。ミミズがどこから電気攻撃を受けたのかを示す証拠でもあればな。鉄格子の、鉄格子を壊した後に、その鉄格子が電気属性になってて、その鉄格子を触っちゃってミミズがべー、わーみたいな。そんなことあるかな？わかんないけど、ちょっと逆転の発想、ちょっと待って、あれ。逆転の発想しよう。電気属性の武器は、装備した本人には直接電気は流れない。逆に言えば、間接的には電気が流れるということだ。そうだね。間接的には電気が流れる。え？どういうこと？ちょっと逆転の発想もう一個あるからやってみよう。ミミズは鉄格子をくぐり抜けられる。逆に言えば、ミミズ以外のものは鉄格子をくぐり抜けられなかった。あ！ん？ミミズが通り抜けて、オカミに電気属性のその電磁ドリルを放とうと思って侵入したはいいけど、超電磁ドリルがでかすぎて、引っかかっちゃって、感電死？え？あ、じゃあ、え？どういうことだ？ちょっと待って、証拠提示。なんかあるっけ？鉄格子。ん？
どこから電気攻撃を受けたのか。あ、どこから、あ、そういうことか。じゃあ、鉄格子か。鉄格子からの感電死？そうか。ミミズがおかみさんの部屋に乗り込むには鉄格子をくぐる必要があるんだよ。別に何度も言われている通り、ミミズは鉄格子をくぐれるではないか。そのミミズは鉄格子をくぐれても、装着していた電磁ドリルはくぐれなかったんだよ。おー、でりーん。電磁ドリルが鉄格子に引っかかり、その鉄格子自体にミミズも感電し。あー、そういうことだったのかな、もしかしたらね。そしてその、ちょ、びっくりした。そしてその衝撃的光景を目の当たりにした旅館のおかみさんは、気絶するのかな？苦笑い程度で済みそうなもんだけど、なんかね。ミミズ何やってんのこいつって。殺そうとして、なんかお前勝手に死んどるわ、ははー、みたいな。まあいいや、気絶ってことにしとこう。そうだね。気絶するには十分な衝撃的光景だよ。そうなのかな？ちょっと目の前でミミズが感電死したことがないからちょっとわかんないな、私。所詮は推測の域を出ない絵空ごとだ。鉄格子に超電磁ドリルが接触した証拠などないだろう。いや、鉄格子の形状が丸くなってることから当たったってことがわかるよね。そうだよ。この鉄格子壊され具合が中途半端だし、焦げた跡もついてるよ。ああ、ほんとだ。よく見たら焦げてるね。こんな気づかないよ、でも。バールで破壊したならこんな焦げたような跡つかないはずだよ。電磁ドリルだから焦げた跡がついたとも証明できないだろう。ハンター殺害事件でも似たような焦げた跡があったわ。その事件の凶器も超電磁ドリルだと証言したのは刑事さん本人よ。だがミミズがオカミへの殺意のあまり、ドリルを鉄格子に引っ掛けて感電死などと都合のいい憶測だ。執念のあまり自爆死などと、ヘビ以下の虫けらといえども、そんな馬鹿げたことするはずないからな。同じ虫けら属性のムカデも自爆死してたじゃない。とにかく証拠だ。ミミズが凶器の電磁ドリルを装着していた証拠を提示するんだな。肝心の凶器超電磁ドリルが見つかってないからな。真犯人が持ち去った今現在ミミズが装着したまま思い出す。ミミズが装着したままなんじゃないか。で、それが刺さってるんじゃないか、天井に。ミミズが装着したまま？いや、これ結構神推理じゃない？ってことは、今現在超電磁ドリルがある場所は、神さんの遺体の中ではない。壁の穴、天井。これ、天井でしょ。よし。天井？そういえば、天井に引っ掛けるとこがないのに首吊り遺体が引っ掛かってる原因が謎のままだったけど、天井に電磁ドリルごと突き刺さってるからだったんだよ。とりあえずおかみさんを下ろすよ。よいん。ほらね、ついてるね。本当だったよ。ミミズがドリルを装着したままだよ。この電磁ドリル、時間が経ってるというのに熱がすごいよ。使われてた証拠になるよ。くっ。ドリルを天井に突き刺すことで首吊りが可能になるし、凶器のドリルを壊すこともできるわね。ドリルで壁を壊し、ドリルで殺し、ドリルで天井に突き刺す三段活用法だよ。すごい使われ方するね、これね。今回の事件もようやく後半に差し掛かるところであなたのターンになりました。どうしようかな。ちょっと今どんぐらいだろう。時間的にいい感じかもしれないので、じゃあ今日はこのぐらいで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。いやー、なんかすごい展開だよ。もうさ、おかみさんとミミズが死んだことも結構でかかったんだけど、なんだろう。これでようやく刑事を追い詰められそうな気がするよね。だってさ、他の人たちがミミズを殺したって考えづらいじゃん。まあ、ミミズは自爆死してるんだけど、そっから、気絶したおかみさんを、殺すってなるまでの作業は絶対人の手がないとできないから、絶対警察側がやってると思う。ってことで、じゃあまた次回、おつぴよでーす。